テレビくんのラジオ。こんばんは、寝そべり族のカリスマテレビくんです。本日はファイヤー生活の敵、騒音迷惑住人というテーマで話していきたいと思います。ファイヤー達成した人とか、テレワークをしてる人、寝そべり族をしてる人とか、自宅にいる時間長いじゃないですか。で、家で快適に過ごせるかどうか でだいぶ生活の満足度やストレスって違ってくると思います。で、自分の家なんだからくつろげて当たり前じゃんって思うかもしれないけど、でリラックスできるはずの自宅で、ね、全く気が休まらないっていう事案が発生する場合があるんですよ。で、今日はそんなことについて話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成まで日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。で、ファイヤー達成したり寝そべり族になったとしても、近隣の騒音があると、もうせっかく仕事辞めて、もう職場のムカつく人間関係から離れて、で、やっと一人で自由に過ごせるぜって思ってたら、もう新たな敵登場みたいな感じなんですよ。で、今自分の家の向かいの家が改築工事をしていて、で、朝8時からもう作業員がもうガチャガチャ音立てて、で、作業してるんですね。で、今日ももう朝から夕方までもうずっとモーター音がもうガーガー鳴り響いてて、で、もうアニメもろくに見れないし、もううるせえなみたいな感じで、もうかなりイライラが募りました。で、ひどい時はもう朝8時とかからもう土木のおじさんがもう居酒屋で声張り上げてるくらいのテンションで、もうガハハとか言って笑いながらもう大声で会話してるんで、もうマジで迷惑ですね。で、作業の音はもう仕方ないと思うんだけど、もう朝8時からもう目の前に他の家もあるっていう状況なのに、もう大声出すっていうのは、もうさすがに配慮に欠けると思ったので、工事が始まる前にポストに挨拶の手紙と粗品のタオルを入れてくれてたんで、で、そこの建設会社にもう朝からもう大声でなんか指示出したり、なんか世間話して、もうちょっと居酒屋みたいなテンションであげるのはちょっと配慮に欠けるんじゃないですかみたいな、で、あとちょっとタバコを吸うのもちょっとやめてくださいみたいな感じで苦情をメールで入れさせていただきました。で、ここの会社はまあ対応ちゃんとしてくれて、で、返信もわかりました、すみませんみたいな、ちゃんと指導しますみたいな感じでのメールの返事をいただいて、で、そこからその作業員のその会話みたいなのはなくなったんですけど、まあ、引き続き作業の音がうるさいんで、あと1ヶ月ぐらい我慢しないといけないっていう状況で、まあ、なんかやだなって感じなんですけど、まあ、あと1ヶ月だし、ちょっともうだいぶもう寝そべり族の期間の大部分を工事で我慢させられなきゃいけないっていう、なんかもうすげえ残念な状況なんですけど、まあ、ここの改築工事は始める前に挨拶があったし、まあ、いつ頃終わるかもう明記していたんで、まあ、まだいいかなって感じなんだけど、もう今その自分の家の近所ではもうそこかしこで新築戸建ての建設工事やら、もう家の解体やらやっていて、もう毎日もう工事の音が鳴り響いてるんですよ。半年くらい前からもう半径100メートル以内でもう毎朝8時とか、もうひどい時は7時台からもう土曜日とかも祝日もやってて、で、その新築工事がもうやっと終わったって思ったら、もう一つ隣の区画で家の取り壊しを始めて、で、重機が動くたびに家が揺れて、もうめっちゃ迷惑だったし、で、そこが終わったら、もう今度は家の裏手のちょっと離れたところで新築工事がまた始まったりとか、で、そこと同時期にまた別のところで
家の取り壊しをしてた、なんか始まったみたいな感じで、もううんざりしてますね。本当もうモグラ叩きみたいな、ワニワニパニックみたいな、もう収まったと思ったら次が出るみたいな感じで、もうかなりやだなって感じです。で、新築物件建てるってことは、もうそこに住む一家が引っ越してくるじゃないですか。で、家の周りは、あの大きな道路から少し離れた閑静な住宅街で、で、何もなければ静かでいいところなんだけど、で、夕方になると、たまにそこ、前に工事をやってた新興住宅に越してきたあの一家のガキが、もう道路で遊び出して、で、規制を発しながら走り回るとか、もうボール遊びすることがあって、もうめちゃめちゃムカつくんですね。で、ジョイトイさんに言わせれば、もうテレビくんそれじゃ生きづらいでしょう、もうスルースキル身につけなよとか言われてるんだけど、もうそうじゃないんですよ。もうこれはもう騒音被害を経験した人じゃないとわからないですね。で、近所にもう騒音主がいると、もういつ始まるかとかいつ終わるかわからない騒音に悩まされて、で、出先から家に近づいてくると、もうその騒音のことが思い出されたりして、で、ああもう家着いたらまたあの騒音聞かされるのかみたいな感じで、もう家に着くのがなんか嫌な気持ちになるんですね。で、なんでもう何もしてない自分がこんなことでムカつかなきゃいけないんだろうとか思って、で、さらにムカついてくるっていう、もう自分がお金を払って住んでる家の中に他人が出したあの音が入り込んでくるって、もう不法侵入に等しい行為だと思ってるんですけど、もうどうですかね。で、自分の敷地内なんだから、もうしてもいい音って、もう自分が買った家電の音くらいなもんですよね。で、何の関係もない他人がもうわーわーわめく声とか、もう家の中にいる時に聞こえ続けてたら、もうさすがに迷惑すぎるよねって思います。で、子供が遊ぶ声ぐらいもう我慢したらみたいな言うやついるけど、もうなんで他人のガキのモラルのない行動を許さないといけないんですかね。で、そう言ってくるやつって、もう大体あの子供を公園とか、もう遊ばせていい場所まで連れて行くのが面倒で、で、横着したいクソ親なんですよね。で、公園行ってもボール遊び禁止でとか、なんかそういう言い訳もよく聞くけど、もう公園で禁止されてることがどうして道路なら OK だと思ったって、もう問いたいですよね。で、本当あのモラルのない道路族がもう一組近隣に湧くだけで、自宅でリラックスすることがもうできなくなるんですよ。で、実際自分のとこでも新築工事をしてた家に引っ越してきた一家がもう道路族になって、で、道路で親も一緒に騒ぎ出したんで、で、常習化する前に警察に通報したりとか、苦情文を匿名で書いて、で、ポストに投函してやめさせたんですけど、もう今はもう近所で新築戸建てと更地がもう 4、5 軒あるんで、で、近い将来その道路族リスクがもう跳ね上がって、でも前を通るたびに、あ、ここに引っ越してきたやつ、あの道路族になったらやだなみたいな感じで思ってます。で、あと、あの家の近所に畑があって、で、そこでもう おじいさんが野焼きするんですよ。それと、あと大型連休の時は、そのおじいさんの一家がもうドキュンみたいなやつらがもう帰省してきて、で、そこでバーベキューして、で、家に煙が入ってきて、もうめちゃめちゃ迷惑ですね。で、最近もあの畑のじじいがもう野焼きしてて、で、煙が入ってきてムカついたんで、警察に通報させていただきました。で、午前中に見かけて、で、通報して、で、警察に来てもらったんだけど、で、午後にちょっとスーパーに出かけて、で、帰ってきたらまた午後にもやってて、で、なんで一回午前中に注意されたのにまたやるって思って、もう信じられなかったです。で、午前の時にあの警察が見つけられなくて注意できなかったって可能性もあるから、もう何とも言えないけど、もうマジでムカつきましたね。で、
午後にも通報してまた来てもらったんですけど、でもなんか2回やってて、で1回目も注意したんだけど、またなんか聞かれてなかったようで2回やっちゃって、でそのおじいさんの家族がもう厳重注意って感じで、近隣に迷惑かけるなってもうきつく言ってもらってたんで、まあ大丈夫かと思いますけど、まあ、またなんかあれば通報してくださいって言われたんで、まあ、ちょっとまあ留飲が下がりました。でなんか近所付き合いしてる人間の方がもう近所迷惑な行為してませんかって思うんですけど、もうこの前の日曜日も朝8時に家の駐車場でババア2人が井戸端会議の長話してて、でその声で起こされたんですよ。で20分以上してたと思います。でもう日曜の朝8時でもう寝起きでもう体が動かなくて、でやっと動くようになった頃に解散したんで、もう本当もう次やってで体が動く時だったらもうそこで話すのうるさいんですけどって言って注意しようと思います。日曜日の朝なんてもう一番ゆっくりしたい時間帯じゃないですか。でそれをもうババアの声でもう無理やり起こされたらもうたまったもんじゃないですよね。で自分は寝そべり族だから次の日も寝れるけど、もうこれがフルタイムで働いてる時だったらもう貴重な休日がぶち壊しじゃないですか。もうマジでムカつきますよね。で本当もうモラルのない近隣住民のせいで、もう自分ののんびりとした生活が邪魔されるのは許せないです。で対策としては道路族とか野焼きの老害には警察に通報か匿名で注意文を投函したり、井戸端会議場はもう通報したいけどもう警察来る前に解散しちゃうことが多いんで、まあこっちは男で背も高いし、まあババアにビビるっていうこともないので直接注意して止めさせていきます。で道路族に注意するともう徒党組んで逆恨みされて嫌がらせを受けるっていうケースもあるんで、まあ、こっちは徹底してもう匿名で行った方がいいと思いますね。で本当近隣ガチャ外れるともうストレスマックスですよね。で自分の周りの騒音とか塩害はまあたまにって感じで、でないと静かな環境で暮らしやすいんで、もう近隣ガチャ60点って感じです。ということで近隣住民の迷惑行為にうんざりするテレビくんでした。でなら防音効いた場所に引っ越したらってもうクソバイスをしてくる人、まあ、いると思うんだけど、まあ、今自分無職だし、あと家賃36,000円 でネット代込みで、で10畳 で部屋とキッチンが分かれてて、で風呂とトイレも別っていう物件もうなかなかないと思うんで、もうできないんですよ。でそれにもう何にもしてない自分がもう騒音とかその塩害バカのために住みかを奪われなきゃいけないっていうのなんかすごいムカつくんで、まあ、当分は引っ越しできないっすね。でなのでもう通報しまくるしかないっていう現状です。で皆さんの近所は騒音大丈夫ですか？よかったらコメントで聞かせてください。最後に X もやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるので、ぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方は、ぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただき、ありがとうございました。楽しかったって。